佐賀市役所は地方公共団体である佐賀市の執行機関としての事務を行う施設である。1967年に完成した庁舎は黒川紀章による初期の作品で、春工50周年の2017年に登録有形文化財に登録されている。2階のホールから3.4階の吹き抜けを見上げる。中央には岡本太郎のシャンデリア。1階は市議会の議場。 2階に窓口ロビーがあり、南側のスロープから2階東側のエントランスに通じている。階段やエレベーター、トイレなどを内包する4本のコアがあり、事務部門のある3.4階はコアから、高調力 PC 膀胱で吊り下げられ、7.7メートルほどオーバーハングしている。竣工時は先端が10センチメートルほど上がっており、5年間で水平に落ち着くよう計算された。 3.24階の中央部は2階ロビーに向けて吹き抜けになっており、その中心には岡本太郎のシャンデリア、誕生がしつらえられている。吹き抜けの上部には、寒賀江の師匠とかつてこの地を治めた大江氏の紋章が刻まれ、2階床面の一部には1階の議場に光を通すためガラスブロックが埋め込まれている。この空間は吹き抜け空間に自然が宿っていることを、 表現しており、黒川はこれを体内化と呼んだ。2階の市民ロビーを挟んで1階に、議会3階以上に執務室を置いた構成は、重装する機能の中間に作り出される都市の円台をイメージし、市民の足元を立法が支え、行政が市民の頭上を守るとの黒川の考えに基づく。議場や 手続きを待つ市民のために用意された椅子はいずれも山形県内の家具メーカー、天道木工の製品で、竣工当初に導入したものがそのまま使用されている。2012年から耐震改修工事が行われた。3階より上は4本のコアのみで支えられており、その1箇所でも諸星破壊を起こすと建物の強度に深刻な影響をもたらす。 しかし四本のコアに補強を施すことは、市役所の業務に支障をもたらすため、一階床下,下に地下ピットを設け、免震層を設置した。黒川は1964年に日東食品砂害工場の設計を受託しており、落成式に出席した市長が感銘を受けたことが、この庁舎の受託に結びついた。メタボリズム建築の考え方を色濃く受けており、 2003年には当時の山形県内で唯一同コモーモジャパにより日本におけるモダンムーブメントの建築百選の一つに選定され2017年には国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。